こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回はですね、車のエンジンスターターのちょっと電池交換についてちょっとお話ししたいと思います。今回ですね、この車のうちのお客さんなんですけどね、こういうエンジンスターターですね、これメーカーがね、これ車メーカーじゃないです、ユピテルっていうメーカーで、エンジンスタートとかのドライブレコーダーとかそういうのを作ってるメーカーだと思うんですけどね、今回入ってる、こういうも中にも入れたんですけどね、今回、こういう感じでも電気つきますよね。電池がね、こういうリチウム、これが入ってたんですね。これの1616っていう電池ですね。これがですね、これ元の電池ですからね、もうボルトはないと思います。全く作動しないということで、先ほどお見えになって、ね、これ3ボルトですけど、これ全然これぐらい、ちょっと弱い感じですよね。冬はやっぱりあれですね、寒くなるとやっぱりこういう電池の性能もこう落ちたり、もうやっぱり寿命近くなるとやっぱ早いですね、やっぱりね。いずれにしましても、こういう取り替えも対応しておりますので、電池も在庫しておりますので、どうかですね、よろしくお願い申し上げます。